回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回マクスウェルを倒したものの、忍さんは次元の狭間に引きこもったまま、どうにか忍さんを救出する術はないものかってところでしたね。ここから先はいよいよ物語も佳境、イベントの連続です。口数が少なめでお送りします。代わりにラスボス戦では喋りまくったる。忍さんが死にたがってるかもしれないと、そんなん知るかい。ひとまず助けてから行きたいか聞けばええねん。派ですが、私は
との会話イベントすらなく突入することになってるのくさ。絶対これデイリッチが 0.1 秒で了承したろ。というわけで忍救出作戦に出動。最強の8人を選出しておいたんでな。やってやるぜ。あれ、4人パーティーなの？せっかく8人の最強パーティーを組んできたのに。これ前回の決戦時も同じこと言ってたな。流れるようにパーティーが決まってしまった。最終決戦に連れて行こうと思ってたボルチンと TT 様とマッスルはおとなしく待っていてくれな。
いや、相変わらずこの全員集合の図は壮観だな。全員に話しかけられるので印象深い会話だけ抜粋してお届けします。みんなお前ならできる、やれるって感じで全幅の信頼を置いてくれるんですけど、ヘルチンはいつも通りすげえ悲観的に心配してくれるんすよね。それでこそヘルチンだよ。逆に嬉しいまである。出発側が見送り側を励ますっていうね。ヘルチン、辛労で倒れるんじゃないぞ、無事に帰ってくるから。膝ぐらいまで水深があるとこで寝転ぶんじゃないよ。チリュウちゃんはいつでも勇ましくて癒されるな。ベロベロスはなんか戦地に向かう夫を見送る妻感があるんだよな。GT 様、よう分かってるね。多分この4人で一番メンタル弱いのメニャーニャちゃんだからな。よし、こんなもんだな。抜粋した会話のチョイス、かなり私の好みが反映されてるわ。カットしたみんなも激アツ激励をしてくれるんで、気になる人は自分で98時間プレイしてここまで来てみるといいよ。それじゃあ出発、待ってろよ忍さん。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。